皆様こんにちは、アクアです。フランス革命とはいつ始まったのかというと、いわゆる一つの定義づけとしては1789年のバスティーユ監獄の襲撃事件、これがフランス革命の始まりとされています。しかし革命というのは人々の思想が徐々に変化して、その上で起こる社会変革などで、本来ならそういった線引きというのは曖昧なのではないでしょうか。今日は大革命が勃発する1年前に起こった一つの革命、よりフランス革命の幕開けだとも言える一つの事件のお話をしたいと思います。一人の青年が車崎刑に処せられることになった。罪名は父親殺害。車崎刑とは、まず処刑台の上で死刑囚の脚部、大腿部、腕、腰、胸部などを鉄の棒で打ち砕いた後、処刑台脇のところで地面に垂直に立てた車輪の上に体を縛り付け、仰向けのまま死ぬまで放置するというものだ。その日、その刑に処せられる青年というのはジャン・ルイ・ルシャールといって非常に評判のいい好青年だった。ジャン・ルイ・ルシャールは早くに母親を亡くしていたが、王室御用達の蹄鉄職人だった父マチュランに大切に育てられた。父マチュランは息子可愛さのためか、はたまた見栄を張りたかったのか、職人の後継ぎとしてはそれほど学問は必要なかったのだが、息子を当時の第三身分の平民には不相応な名門校に進学させた。学校を卒業したジャン・ルイは家に戻り、家業を継ぐべく父親の下で蹄鉄職人としての修行を始めた。ジャン・ルイの蹄鉄職人としての素質は悪くなく、また背も高く美男、人には親切で性格もよく、その上立派な教養を身につけているとなれば、父親にとって非常に自慢の息子だった。しかしそんな父と息子の間に亀裂が生じ始めた。ジャン・ルイは在学中にルソーやボルテールの革命思想の洗礼を受け、時代に流動的な考えを持つようになったが、父親マチュランはそうした新思想を嫌う典型的な頑固親父だったのだ。父親は国王陛下の権威に少しでも逆らう者はハンマーの一撃で成敗してくれるといった調子で、息子に革命思想など捨てるように迫った。しかし息子は言うことを聞かない。父親は息子を家から追い出した。ところで道家には当園の夫人とその娘のエレーヌが居候していた。ジャン・ルイとエレーヌは恋仲にあったのだが、父親マチュランは自分が再婚相手としてエレーヌを選んだ。それは息子が受けるはずのダメージも計算に入れてのことで、またエレーヌの母親も今や家を追い出されて無一文になったジャン・ルイより人財産がある父親マチュランの方が娘の結婚相手としてふさわしいと考えた。こうして父と息子は反革命派と革命派として反目するだけでなく、恋がたきにもなってしまった。ある日ジャン・ルイは恋人エレーヌとごっそり会っていたことが父親に知られてしまった。激高した父親は締結作業用のハンマーを持ち出し息子に襲いかかった。ジャン・ルイはかろうじて父親の持っていたハンマーを奪い取ったのだが、作業場を出るときに後ろも見ずに肩越しにそのハンマーを放り投げた。こともあろうにそれが父親のこめかみを直撃し、父親は死亡してしまった。不意の事故ではあるが、父親殺害として刑に問われることになった。息子は弁明することもなくこの死刑判決を受けた。町の人々は最初は父親殺しという罪のおぞましさに憤慨していたのだが、事情が明らかになるにつれて風向きが変わった。父と息子の対立そのものの原因が自由平等の新思想と典型的な階級制度という政治的な要素を帯びていたこと、父親が息子の恋人を奪い取ろうとしたことなど、世論は息子に同情が集まった。
当時は公開処刑がベルサイユ近郊の広場で行われ、処刑当日も多くの人々が広場に集まって罪人を罵倒する声が上がったりするのだが、その時はそういったお祭り騒ぎの様相はなかった。集まった民衆は口々にジャンルイを励まし、広場に護送する馬車を止めようとし、波打つ群衆は処刑台を打ち壊し始めた。そのうちの数人の若者たちと、その代表格とも言えそうな体格の良い青年が、あれよあれよという間にジャンルイを肩に担ぎ広場の外に運び出してしまった。騒然とする中、死刑執行人は次は自分が民衆の手によって引き裂かれるのかと戦慄するが、先の若者は死刑執行人に言った。俺たちはあんたが憎いのではない、あんたの手にしている道具が憎いのだ。苦しませて殺すやり方はいかん、地獄は神様に残しておくのだ。処刑人は被害なく広場から脱出することができたが、処刑場のすべてが打ち壊され、火にくべられ、民衆の歌声やダンスは夜更けまで続いたという。死刑囚が処刑場から救出されるという前代未聞の事件は、国家の決定が民衆の意思の力で覆された大革命の予兆とも言えるものだろう。これは大革命が勃発する1年前に起こった一つの革命と言っていい。そしてジャンルイは非人道的な車崎刑を宣告された最後の例となった。本日は最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またぜひささやき女官の館へお越しくださいませ。皆様とまたお会いしたいと思いますので、チャンネル登録とベルマークの通知設定の方をよろしくお願いいたします。